おい、風邪ひくんじゃねえ、てめえ。元気にしろ、タコスケ、おい。おやすみ、おやすみじゃねえ、ふざけんな、お前。おい、何がおやすみだ、お前。お前が寝るんだよ。体調悪いんだから。もうすぐ寝るよ、なんか。困るわ。バタカでば。あ、じゃあもう上田さんに渡すしかないか。どうした？お休みって言いに来た。いや、僕も今お休みのいいねしようと思ってた。さっき人に呼ばれてたからさ、話しかけてくれたのにさ、はいはい、ちょっと雑になっちゃったからちょっと。あ、気にしてたんだ。気にしてた。まあまあ気にすんなって。まあ一回パンちゃんだもん。そう、気にする必要ない普通に。パンちゃんごときいいか。いや、そうね、気使いすぎやね。まあ、とりあえずちょっと可愛いな。まあ可愛かったわ。まあまあまあ、まあ元気出してもらって。はい、体調はもう元気なんだ。もう熱はないね。熱はないんだ、いいね。ちょっとかれ、なんかたまにかさばるくらい喉が。はいはいはい。もう元気。僕も3週間ぐらいの咳止まってないな。これは僕の体調か。それはセルフじゃない、お前それ。これそれ関係なく僕がバカなだけかな、もしかして。3週間前はやってないよ。そうね、3週間ぐらい俺ずっと咳止まんなくて鬱陶しいんだよね。勝手に激動のせいにするのやめて。激動のせいにしちゃダメか、これ。激動のせいにしちゃダメだろ、お前。自分の逆言うよ、お前。それじゃあ確かに、じゃあ もしかしたら 俺がみたいな。あ、やめろ。あれマジで荒れるわ、多分。マジで怒られるわ、そんなこと言ったら。まあ、でも俺元気みたいな、ポンちゃん。元気やね、僕は元気だね、全然。全然元気。良かったですわ。まあそうね。健康で。健康で。そう、じじいになるまでね、元気でいてもらって。はい。別れの挨拶じゃん。横流ししてほしいな。何、元気の横流し？年金。さん、いや、黙れよ。びっくりした。いいこと言ってんのかと思ったら大したことなかった。くだらねえこと言ってたわ。年金は欲しいな。まあまあまあ振り込みますわ、とりあえず。ありがとう、おばあちゃんに。もうありがとう。いや、やっぱ持つべきはパンちゃんだわ。そうですね、やっぱ仲間だからね、大事よ。あとでまた講座教えるんで、じゃあ。はい、お願いします。はい、また健康になったら遊んでください。はい、健康。どっち、これどっちが、お前も健康なんじゃないの。誰が健康じゃないって。今日はね、これはない。ああ、まあ今日はもうこのまま寝るからね。やっぱ後が怖いから。ペットとか取り込むの休まないとね。ちょっと今週もう来週いっぱいくらいちょっと様子見ながらね。はい、確かに。振り返しが怖いですよ、この世界は。よくないからね。振り返してるから、俺普通に。俺中途半端に直したせいで。何を振り返してんの、逆に。俺一人で騒がしかったせいで。うん。騒がし、何そ、風邪リカン。はい、うん。風ではない。いや、でももう3週間前ぐらいに1回かかってるからね。そういうコロスケに。そうね。あ、そうなんだ。いや何ですそれで、はい、まだ引きずってたんだ。完全に治ってたはずなのに。はい、そうね。一緒にしちゃっていいから物渡させて。やられましたね。やられてる、ちょっとね。痛い。完全にやられました。いや、いいっすね。バッグいっぱいなんか髪の毛パッツンになったようで。ちゃんと見るのやめてもらっていい？何が？ちょこちょこなんか監視してない？いや、そりゃそうですよ。お友達だからね。友達は監視するもんだと思って。いや、そうね。いや、お友達の門出はやっぱりちゃんとね、見とかないと、しっかり入れとかないとね、情報は。お前、人の歌ってる配信も見やがって。そうね。歌枠の時は一応ピコピコハンマーでお前の顔ずっとぶん殴ってたけど。あったな、それ。なんかですかこれって言われるから消したわ、あれ。いや、そう、カーソルなんかやったらハンマー出てきたから思いっきり芝居といたわ。あの時代ね。はいはいはい。いいですよ、素晴らしい。なんかすごいスポンサーいっぱいくっついてましたけど、ちょっとありがたいことに、ちょっと俺連絡しとくわ。大したことないんでこいつやめた方がいいですよ。お前やば。消されるのはどっちか。やめてください。二度と使えないようにしちゃうよ。すいません、カードマン許して。カードマンって呼ぶのやめて。あ、これからカードマンって呼ぼうかな。カードマンやめて、マンじゃねえし。カードウーマンね。カードウーマンで登録しよう、もう名前。やめてもらっていい？貫通じゃん。いや、もう今更だろ。ずっと貫通だっただろ、ふざけんの。真似ますから。ほら、はい、見てこれ。何ですか？笑い方が汚すぎて
笑いすぎると喉がいかれるんだって。いやそうね、僕もちょこちょこ喉痛いからね。もう早く寝てください、あなたも。了解です。ちなみに、はい、あなた町に来た日いつか覚えてます？ちょっと前さ、28日。あの、知ってますそれ、何の日か。何の日ですか？あの、僕が町に来た日なんですよね。お前それ昨日知ってさ。お前一緒だったんかよ。わかんない、一緒だったっぽい。マジ面白い。一緒だったらしいだよ。一緒だったっぽい。我の先輩だと思ってたって。生きんじゃねえよ。お前完全同期なんだから。知らなかったよ。僕ちょっと前ってか、まあ半4ヶ月5ヶ月ぐらい前にね、一回見てね、同期誰なんだろうと思って爆笑したもんね。こいつじゃねえかよと思って。ふざけんなの。知らなかったんだけど、マジで。めちゃくちゃ笑ったわ。え、マルサ、でも、うん、でも確かに思い出すと、うん、なんか市のお祭りが終わった次の日だったの、確か。はいはいはい。だから合ってんだよね。確かに。絶対レギオンにいたもんな、そう考えたら。嘘、いた。だってなんか前日なんかパレードやったみたいなのを見た次の日に入ってるから、うん、に来たんだよ、はい、そう、合ってる。日にちが間違ってるわけじゃなく、だから本当に事実でパンちゃんと同期なのは。いや完全同期やばいって。同日なんよ。同日同期。怖いな。いやいいね、黄色同盟だからね、実際。黄色だし赤だし。ペルノエだし。お前もしかして詐欺師の素質あるぞ。やめてくれ。意地はちょっともう心が痛いわ、大型するよりも。まあね、大型する方がマシだぞお前、この町で詐欺師より。いやマジでそれ。人殺す方がマシだから、詐欺より。人殺す方がマシだぞお前、マジで。大問題だよ。人殺す方が軽い。そうね、罪がね、罪が軽いから。罪が軽い、マジで。恨まれる率も低い。いや、それはそう。みんなやってるから、いつも通りだってね。エグ同期。いや、面白かったわ。エグ同期。エグ同期頼むね、ほんま。風邪直してくれ、はい。頑張ります。ありがとうございます。はい、じゃあ、ゆっくり、ゆっくり寝てね。はい。お疲れ様でした。はい、お疲れ。バイバーイ。はい。マルいいやつだな。やっぱマルいいやつなんだよな。白川。あ、すいません。ありがとうございます。